用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろう。君だって同じだったじゃないか。そうだな。ここ数日厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あの二人大丈夫なのか。まだ生きてるよなってさ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ。気にかけてやるのは別に普通のことだろ。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。ジュリエ、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！ジュリエ、ルールビー、無事だったか？なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？お前たちは？医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。ジュリエ、私たちについて変な噂が流れてるみたいですし、なんと僕一人じゃどうにかできそうにないけど、まあ暇な時にでも考えておくよ。シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ？メロピデ要塞の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか？大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんなら、あいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか？ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう、最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが。本当に忙しいんだな。それとクロリンデさんも帰った。同様に看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか？ヌビレットさんのはそうだ。
クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。え、ずいぶん違うんだな。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、あんたらへのプレゼントもある。看護師長からか？いや、俺からだ。メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だがあんたらが使ってたあの牢屋はケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。本当にいいのか？じゃあまだまだ住んでもいいってことだよな。ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。ひひ、やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。またこの牢屋に戻ってきたな。でもオイラたちはもう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。そうだな。でも実際のところオイラたちってそもそも悪いことしてないし、いつだって胸を張っていいと思うぞ。この世界には数えきれないほど問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってすごいことじゃないか？オイラもカウントしてくれるのか？冒険者はお前だけだろ？じゃあ今度キャサリンに会ったらオイラも冒険の証をもらわないとだな。ひひ、冒険者パイモンだじゃい。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るから、お前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大海の水が上がってくるなんて正直かなり怖かったぞ。今回はさすがになんもないよな。うん、じゃあおやすみ。
parece que finalizou. Bom, vamos fazer aqui, né, da semana aqui, as diárias, o que tem que fazer aqui, tem um monte de coisa.星と深淵を目指せ。
星と深淵を目指せ。 じゃないと頭にキノコが入るわよ。 切りました。
気ね。暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。欲しいものはあった？やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
雨宿りしましょう。じゃないと頭にキノコが生えるわよ。天気ね、暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。覚えたわよ。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。
しょ。逃げ道はあります。無我の境地。
見切りました。ちょっと離れてください。水中で逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。裁きの一。贈り物かしら。
知ることがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。
称賛すべき好奇心ね。無我の境地。これこそが知恵の殿堂。運命の水面に表現の蝶。ここまでとは計算外です。運命には逆らえません。
全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。ここより弱滅の時。そこ。あら。
全部丸見え。これが運命です。おい、いってらっしゃい。
ぎましょう。これこそが知恵の殿堂。裁きの雷。水中玄関。無我の境地。見切りました。え、
さばきのイカ運命水面に移るのです。よし、ふっふっ、見切りました。全部丸見えね。稲光、すなわち永遠なり。はっ、そこ妖艶のチャンス。ヤッホー、裁きの雷。ですが、
ない。逆らえない。受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。星空がよりはっきり見えます。待ってたのよ。売り物かしら。つなぎましょう。見切りました。水中言語、これが運命です。ああ、お宝を見つけるのっていいですね。
物かしら。物かしら。宝を見つけるのっていいですね。これで星空がよりはっきり見えます。ほいよっ。おーどうもはい、なるほど、よーいよーい、こっこっ。安心して任せて。準備完了。冷たく寒く凍ってしまう。
お客さんが一人、二人、三人。ヒルチャールのおに妙妙妙妙ぽさよなら。お日様が出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。待っていた。今回は負けだよ。はっ。いいわ。いでよ、ついてもみねえよ。
ヒュッ。はっ。まだ言ったことない。称賛すべき好奇心ね。手をつなぎましょう。
ください。うむ、運命を見るのもこれでおしまい。丸見えね。裁きの雷槌。ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して、お客さんが一人、二人、三人。投げましょう。
からの贈り物かしら。え？た。ふふ。命はいつか尽きるもの。の境地へっへっさっそこふっ行こうさっおいさあふっよっ行こうふっ逃げ道はありません。はっへっさっさっえ受け取りなさい。私には無用の長物です。
椿の雷槌。丸見えね。逃げ道はありません。
つなぎましょう。見切りました。水中玄関運命よ、ここにいでよ。ここより灼滅の時よ。
主婦の夢にすぎません。ひゅっ、裁きの雷。
ズレズレな。うままにひくらし、すずり。
Thank you.
星空がよりはっきり見えます。稲光、すなわち永遠なり。
我の境地へ。はっ、やっ、はっ、さっ、さっ、見切りました。さばきの雷。表現のチャン。おい、の雷。ふっ、そこ、はっ、ふっ、やった、見切りました。行け。みたいに暇だとあれこれ考えてしまう。ずいぶん待ってたのよ。気晴らしになるな。
ぎまし、逃げ道はあります。運命の共栄。見切りました。知識はあなたにも。無我の境地。
Thank you.
E bateu. Yum, 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 yum.私とお茶しない？